本日はトムボーイズアイドルフェスティバルにご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちましてお客様にお願い申し上げます。モッシュ、サークル、ダイブ等の立ち上がる行為は全て禁止とさせていただきます。撮影につきましては全席、動画、写真撮影可能となっております。三脚等も可能となっていますが、周りのお客様のご迷惑のかからないようご配慮の上お願いいたします。声出し可能となっておりますので、ぜひ盛り上げてください。一緒に楽しい思い出を作りましょう。Thank you.
皆さん、改めまして、東洋大学、タメバーイズです。よろしくお願いします。本日は夏の単独公演にお越しくださり、誠にありがとうございます。本日の単独公演で、新メンバーのお披露目となります。ということで、早速、新メンバーちゃんたちをお呼びしたいと思います。どうぞ。Thank you.
ルです。バミリが細かかったり移動が多かったりで切り上がるとこから教えるところまで大変だったんで、みんなが覚えてきて踊ってくれてからは楽しそうに踊ってくれてから嬉しくて何がよかったなって思いましたね。ダンス初心者ですけど、大好きなりはなちゃんのパート頑張ります。ダイナミックに踊れるように頑張ります。練習は最初はちょっとできるかなって不安だったんですけど、できるようになって楽しくなっていったし、練習も聞いてみるとまた一度楽しくなって自分も楽しいなと思ったから、こんな感じでうまくいくといいなって思います。ダンスの初心者の人も私含め多くて、ステップから上に行かないみたいな感じだったけどみんななんとか形にはなったので今は今後頑張りたいなと思います。コーラルの曲とか今まで聞いたことあのなかったような曲とかも含めていろいろ踊りたいです。もう私はハロプロが好きなのでハロプロの曲を踊れるのを楽しみにしてます。ダンスやったことなくてまだできないんですけど、もっと上手くなったらケーキの曲をやりたいです。Thank you.
今回岐阜の、集合チェキになります。やったー。
全力でジャンケンをしていただいて、はい、ぜひ勝ち取ってください、はい、じゃあそうですね、じゃあルール説明をしていきたいと思います。まずこのゲームはですね、勝ち残り戦になります。りなこと一緒に皆さんには勝負をしてもらいます。皆さん最初はグーじゃんけんポンで、なんか私が出すので、皆さんも一緒に腕を上げて一緒にじゃんけんしてください。それで、勝った人は上げたまま、合言と負けはなしですと下ろしていただいて勝ち残りになります。はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあ皆さん手を挙げてください。いきますよ、1回戦目です。最初はグーじゃんけんぽい。じゃんけん練習してきた甲斐がありました。じゃあ2回戦目ですね、いきたいと思います。最初はグーじゃんけんぽい。あれ誰も残ってない。あれ一人だけいらっしゃる。あ、お二人今残ってる方、大きくちょっと開けていただいて、お二人、お二人かな。あら、あっという間に決勝戦になってしまいました。はい、行きますよ、行きますよ。私は強すぎたもん。行きます。最初はグーじゃんけんぽい。あら、お、勝った人最高ですかね。あ、じゃあもう一回ですね。どうしよう、じゃあもう一回最初からでもいいですか。ちょっと負けちゃった方々も、もう一回ちょっとやっぱ勝者が出るまでやりたいので、ちょっと私を任せてください。負けを知りたい。じゃあもう一回いきますね。じゃあ皆さん手を挙げてください。いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。パーフェクトですね。意外と残ってる、意外と残ってるぞ。じゃあ2回戦目になります。いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。パーの人です。あ、2人いらっしゃる。あ、私強い。決勝戦、決勝戦です、ね、いきますよ、勝ってください。いきます、最初はグーじゃんけんぽい。あーそんなもう一回やる、一回やります。2人今ベストを狙いちゃうとね、すいませんね、ちょっと強すぎました。いきます、最初はグーじゃんけんぽい。お、よし、2回戦目いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。お、結構残ってる。いいぞいいぞ、いきますよ、3回戦目いきます。最初はグーじゃんけんぽい。お、お、お、あと決勝戦ですかね。2人いらっしゃいますね。よし、今度こそお願いします。いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい。あ、お、お二人、あ、勝った方、お二人、後ろの真ん中の列に二人いらっしゃいますね。よし、決勝戦いきます。いきますよ、よろしくお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。うわー、あいこだ。どうしよう。じゃあもう一度そのお二人行きたいと思います。 そうだね、ちょっとその二人ちょっとお願いします。行きますよ、2人でちょっともう一回決勝戦します。はい、最初はグーじゃんけんぽい。負けた。あ、どうしよう。じゃあ、あ、この方、この方、ありがとうございます。いやー、ちょっとね、ちょっと思いのほか私が強すぎました。いや、申し訳ない。いやー、ぜひね、ちょっと今ね、あの12期夏目さんが届けに行ってくれております。ありがとうございます。大事にしてくれると嬉しいです。ちょっとじゃんけん皆さん、ね、ちょっと修行してきてください。ちょっと強すぎちゃいました私は。はい、じゃあそろそろね、次の曲に参りたいと思います。お待たせしました。はい、これからは可愛くてね、
続きます。はい、では次の曲はスーパーガールズさんでリボンです。どうぞ。You're the one who's got the power.
ました12期の夏目です。はい、今回の衣装は、チア衣装をイメージしてみました。チア衣装って考えるとやっぱりみんなを元気づけさせるイメージがあるので、応援っていうイメージも込めて今回デザインさせていただきました。こだわったところは、まずスカートスタイルとパンツスタイルの一つがあるところです。パンツスタイルとスカートスタイルどちらも結構下にフリフリが結構いっぱいついてると思うんですけど、今回は回った時にスカートがふわっとだったり、パンツスタイルだったらフリフリふわっとなるところをちょっとイメージして作りましたので、そこのところを重点的に見ていただけると嬉しいかなと思います。夏の単独衣装どうでしたか？結構みんなからの評判が良かったので嬉しいです。皆さんもThank you.
Yay!
イエーイ。いいですか。じゃあ次は下手の方。はい、行きましょう。はい、チーム。お見送り会を実施いたします。ぜひお立ち寄りください。